こんにちは、花クラブの宮川です。今回は桜をメインにしたアレンジメントのご紹介です。日本女子なら一度は作りたいアレンジですね。今回の学びポイントは大きく2点。1つは桜の扱い方、2つ目は縦長アレンジの配置。わかりやすいシンプルな配置なので、ぜひ最後までご覧ください。スポンジは1センチぐらい出てるかなっていう感じでセットしてます。で、面取りもしてあります。桜です。もう長かったのでこう切ってます。それぞれに、2本でした。下は短い横枝になるので、上の方のすっと伸びたところでカットしてあります。そんなに長くはいらないから、ここで切りますね。で、また当ててみます。当然この横枝外さない限りは、スポンジで止まるところはこの横枝よりも下ということになりますね。で、スポンジの中に入っている部分があまり極力こう歪んでないまっすぐな方がいいですね。当ててみます。こんな感じ。ちょっとイメージよりは若干高いけど、このまま行こうかなと思います。少し長い、このバランスに対してはちょっと長いですね。どうしよう、悩ましいな。ちょっとやっぱ切りますね。この横枝もったいないですが、カットして、で、このちょうどね、ここでまた歪んでるんですよね。わかるかな、微妙にね、ここかっくんと歪んでるので、その歪んだ上で切ってしまいます。で、さっきの横枝のところがポコッと出てるので、ここも削ってしまいます。こんな感じで割った感じにしておきます。そしたら刺し位置ですが、分かりやすいように線を引いておきますね。表裏ありのスタイルで今日は作っていきます。だいたいこう3等分に前後を割りました。こんな感じで、ここは中心線ですね。で、ここは真ん中で、これが3分の1のラインです。で、桜をこの辺りに入れますね。で、1本目の桜をこの曲がりの感じも見てあげて、これちょっと左に振ってる感じですね。少しこう枝が左に振ってるので、刺し位置よりは先端は左に振れてますね。で、次は2本目はこれよりも短くなります。刺す深さは3、4センチぐらい見てもらったらいいですね。で、極力曲がってるところがスポンジに入らないようにします。この枝がこうなんか同じ高さになっちゃうのも嫌ですね。横枝が同じ高さにならないように少しずらして差し込みます。桜はこのあたりにまとめて入れたいと思っています。前から見て重なりを確認します。で、ちゃんと差していけるかスポンジも確認しますね。で、それからしっかりと差し込んでいきます。お花が見える位置に来るように刺してあげます。こんな感じ、横から見るとこんな感じです。カクッとなると刺しにくいかもしれませんが、長さ取りたいので、下枝つけた状態でカットします。で、他の桜とちょっと勝ち合わない角度で刺していきます。とりあえずこんな感じで桜ができました。刺し位置はセンター軸よりも左後ろですねの位置に桜が入っています。前に傾かない、前倒れしないように、かといって後ろに傾きすぎないように注意します。チューリップです。3本使いますね。長短をつけて刺していきます。一番長いのが
この辺りですね。で、差し分を 3,4 センチ程度取ります。あ、でね、チューリップって結構こう大きく伸びてくるので、思っている成長して伸びてくるので気持ち低めにしておく方がいいですね。なので伸びてきた時にこの上にこう枝がかぶってきてて頭つかないような位置のところにチューリップ刺しましょう。まあ、横から見るとこんな感じですね。ちょっと桜で見えにくいかもしれない、ごめんなさい。少しずつ短くなって入ってきます。カーネーションです。綺麗なこうマーブルのカーネーションですね。もう刺す深さは指 2,3 本ぐらいで OK です。この中心軸のちょっと右側ですねに深くうっと刺します。赤紫のカーネーションですね。こちらも指 2,3 本程度でカットで左サイドに刺します。スイートピーです。右サイドに少し幅を出すように入れていきます。カーネーションとカーネーションの間からスイートピーを出しておきます。ガマズミです。カーネーションよりも長く出るような感じにしてるものも入れてあげます。ここまででこんな感じです。これで終わってもいいと思いますが、余ってる桜をちょっとだけ足そうかなと思います。サイドにもちょこっと桜が咲くと可愛いんじゃないですかね。まあ、あんまり見えなくてもいいかな。横から見た時に、あ、ここも桜がっていう感じになってたらいいかな。まあ、あとはもうちっちゃく切ってちっちゃな花瓶に挿しても可愛いですね。それかまた別のアレンジにもできるかな。これで完成です。紫なので今ここグリーンが多いですけど、どんどん紫色に変わっていきますね。で、そうするともっと大人っぽい感じになってくると思います。でチューリップとかカーネーションの色目で雰囲気は変わってくるので、可愛らしいピンクとかにしてあげるとウキウキっとしたなんか春っぽい可愛いアレンジにできますね。お好みで色を合わせてみてください。刺し手順としては後方に桜、その前にチューリップ3本長短つけて、その下にカーネーション、右多めにスイートピーとガマズミで、左にちょっとだけスイートピーとガマズミですね。で、最後に桜ちょこっと足して完成という感じです。手順的には少ないので、まあ作りやすいかなと思います。可愛く作ってみてね。
今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。